ドローマイゲームライフ。1984年11月12日、僕は生まれました。僕の家族は母さんと父さん、そして2歳年が離れた弟がいます。幼少の頃の思い出はほとんど思い出せないけど、僕の記憶の中に残っている一番古い記憶は、3歳頃じいちゃんの横の空き地で穴を掘っていることでした。全く意味はわからないです。なぜその記憶が残っているのか全く意味はわからないです。でそんな僕の一番最初にプレイしたと記録しているゲームは、ヒゲの彼ではなく1942というカプコンさんのね、初めてのファミリーコンピューターソフト、縦スクロールシューティングでしたね。くしくも僕の生まれた年に発売されたファミリーコンピューターのゲームだったらしい。で初めてゲームをプレイしたのは5歳。攻略できていたか分かんないけど、父さんがやっているのをやらせてもらっててすごく嬉しかった、そういった記憶がありますね。でそれからおもちゃではなくゲームに興味がだんだん移っていってました。ヒゲの彼と会ったのはそれからしばらくしてからだったんですが、いくらやってもワールド2-2 をねクリアできなくて、初めての水中ステージなんですよ。初めての水中ステージで一番最初のサンゴを超えることができず、タイムオーバーになりすごく動揺しましたね。でタイムを押して昼寝している父さんを叩き起こして、父は不機嫌そうに僕に連打というテクニックを教えてくれました。ね、驚くかもしれませんが、まあ、当たり前ですよ、連打なんてね。この時は分かんなかったんですね。5歳ぐらい、5、6歳だったかな。全然連打というのが分からなかったです。で、初めて僕たちに買ってもらえたゲームはですね、スーパーファミコン。で、最初のソフトはスーパーマリオワールドです。しかしですね、この時僕は飽きっぽい性格だったらしく、行き詰まるとクリアせずに諦めてしまいました。もう、少しでもね、詰まっちゃうと諦めてしまうという。だけど、弟がね頑張って最後のステージをクリアして、エンディングが流れた時、生まれて初めて兄として敗北を知りました。弟は諦めないでやったのに、僕はもうすごいその時に初めてね、兄ちゃんとしてダメだなみたいな思いましたね。で小学校になって、高学年ぐらいになると RPG に興味を持ち出しました。ロールプレイングゲームですね。で初代ポケモンにハマりましたね。この頃近所の友達がポケットモンスター赤と緑を持っていて、両方同じストーリーだって言って緑をやってなかったんですよ。でそれで友達がフリーザーをゲットしたら交換してくれっていう約束をして、緑を貸してもらいました。でようやくフリーザーもミュウツーもゲットして、伝説のポケモンとかが揃った頃に、私のポケットモンスターと勝負しないって友達に誘ったんですけど、この頃僕の周りではもうポケモンブームが終わっていまして今までの時間を返してほしいっていうね、思い出が残ったとともに、まあ、ただこの頃友達とゲームをするっていう楽しさに目覚めましたね。一人ではないんだ、ゲームをやるのみたいな。で中学高校とゲームはしていたけど、他のプレイヤーと遊ぶテレビゲーム以外で遊ぶことが増えました。他の人と遊ぶゲーム、カードゲームですね。マジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王とかで、中高時代はですねカードゲームでよく友達と遊んでました。でこうして遊びほうけていた僕ですが、高校卒業とともに進学か就職か選ばなくてはいけなくなったんですが、まあ、この頃からですね、僕は何がやりたいのだろうっていうね、将来のことをやっぱ気にするようになったんですよ、さすがに。でも自分のやりたいことを考えても、もう一向に何がやりたいのか分かんなかった。まあ、ここ卒業してなんとなく就職はしたんですけど、まあ、ここからですね、僕のフラフラした人生が始まるのは、建築現場で働いてみたり、古本屋さんで働いてみたり、レンタル店で働いたり、居酒屋さんで働いたりしましたけど、まあ、どれも心からやりたいことではなかったですね。まあ、ただそんなフラフラはしてたんですけど、25歳で生まれて初めてパソコンを買いました。25歳で最初は書類作成用に購入したんですけど、まあ、その頃東京へ転勤というか移動になっておりまして、寮生活をしている時テレビがなかったんですね。
あの買わなかったんですね、純粋にね。で僕はですね、インターネットには繋がってたんですよ、パソコン。でその時にインターネットをするか Nintendo DS で遊ぶかしかすることがなかったんですけど、まあ、YouTube が最近流行りだしたということで YouTube も見るようになりました。ちょうどこの頃ですね、 YouTube も25、6歳くらいですね。でインド派の僕はですね、東京にいても、井の頭公園を散歩する以外大抵引きこもっていたんですけど、まさかこの引きこもりが僕の運命を変えるなんて思ってもいませんでした。昔からゲームが好きだった僕は、ある日 YouTube の検索バーにゲームとなんとなく入力したんですね。今なら当たり前なのですが、ゲーム関連の見たことのない動画が大量に出てきてびっくりした。しばらくはポケモンの動画とかをね見てたんですよ。ただこの当時も直にポケモンの画面をビデオカメラで撮った動画とか、そういったプレイ風景とかでねだけだったんですけど、結構そういうのが多かったんですよ。多かったんだけど、こんな戦い方もあるのかっていうようなねことで僕結構参考になってました、ね、これが YouTube でのゲーム動画最初の衝撃でしたね。そして一番のインパクトはやっぱり実況動画でした。バイオハザードが好きだった僕は検索バーにゲームホラーと、ゲームとホラーですね、スペースゲームスペースホラーと検索しました。この時僕がまだ全く知らないゲームのタイトルが目に留まったんですよ。それが青鬼です。そう、この瞬間から僕のゲーム実況との出会いでありフリーゲームとの出会いが始まったんですね。でその動画を再生すると、結構いい声のいい感じの若い男性の声でね、喋りながらゲームをプレイしてるんですよ。セリフを読んだり謎解きに悩んだり、時に叫びびっくりしたりね。ゲームを、僕はこの時ね、ゲームを自分で遊んでいないのに楽しいって、他の人のプレイをただ見ている、その声を聞いてゲームを遊んでいないのになんか楽しいっていうね、不思議な感覚をこの動画を通して受けました。で次の日はですね、この動画を見つけた次の日は仕事だったんですけど、睡眠時間を削り一気に見てしまうぐらいね、虜になってしまいましたね。それからというもの、他に似たような動画はないかと YouTube 内をいろいろ見て回りましたが、当時ゲーム実況はあまりまだね盛んではなかったんですね。で検索してもプレイ動画はほとんど出てこなかったんですね、まあ、ただゲームの動画はあるんだけど実況の音声は入っていないっていうのが多くて、ただこういうそういったね環境だったんですけど、少ないながらも見続けているうちにですね、自分でもできるのではないかこれはみたいな、ないならやってみてもいいんじゃないかみたいな、そういう思いになり始めたのがゲーム実況だったんですね。僕の周りにはゲームが好きな大人はあまりいなかったんですね。で YouTube をただ見ていると、僕と同じ思いの人は結構たくさんいるわけで、大人になってもゲームをやっている人は結構いて、僕だけじゃないんだというような気持ちになったんですね。ただゲーム実況を始めた当時は、最初はなんか人のふんどしで相撲を取るみたいで、正直ちょっと後ろめたいところがあったんですけど、ただ今はどうなんでしょうね。ここ5年でゲーム実況は劇的に変わりました。スマホの普及でネット動画の視聴者数は増えたし、ゲーム実況者もたくさん増えました。動画視聴ジャンルは音楽を超えそうな勢い、ね、メーカー主催でゲーム実況をイベントにしたりとかすごい今いっぱいありますよね。でも僕の場合、そのゲーム実況が流行ってるからやっているっていうわけではなくて、見てくれている人と同じ気持ちになれたり、いろんなゲームがあるのを知ってもらいたいっていう気持ちだったり、みんなからたくさんのコメントをいただき、一人でやってるんだけど同じ気持ちになれてる一体感っていうか、なんか世界の人とつながれているっていうのが YouTube のゲーム実況の魅力なのかな、だと思います。その思いに気づいた時に、僕のやりたいことはこれだって気づきましたね。そんな思いから今もゲーム実況を続けています。まあ、ゲーム実況だけがやりたいことではないんですよ。何かゲームと関わってやっていきたいという思いが今もあって、何かしらこうゲームで、ね、生きていければいいかなって思っていて、今僕が目標にしているのはゲーム実況テレビ番組、なんか自分たちで番組を作ってテレビに
地上波でやりたいなと思ってます。昔は結構ねゲーム番組とかあったんですけど、ちょっとなんとか復活できないかなみたいな思っております。もちろんこれからもねテレビとか やりましたけど、もちろん YouTube の投稿は今まで通り毎日できる限りやっていきたいと思います。まあ、そんなこんなでいろいろありましたけど、僕はじいちゃんになってもゲーム実況をこれからもやっていきたいなと思います。少しずつ成長しているのか退化しているのか分かりませんが、過去と比べると確実に僕は変わってきていると思います。よろしければこれからもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。